二つの J は内村鑑三の思想の一つであり、内村が信仰する、ヤソすなわちイエスキリストと、ジャパンすなわち日本の二つのことを指す。キリスト教の無教会主には、この思想のもと内村が形成したものである。内村鑑三は、アメリカのアマスト大学の卒業後、ハートフォード神学校に入学する。 しかし、伝道事業が職業と化していたことなどから来るアメリカのキリスト教への失望と不眠症の悪化により退学、日本へと帰国することとなる。また、内村がキリスト教に改心したことは、日本に対して後ろめたいことであり、日本に対しても配慮した形のキリスト教への考えを作り上げる必要があった。そのため、内村がもともと持っていた日本への愛国心と、 アメリカのキリスト教ではないキリスト教そのものへの信仰を合わせて、二つの J を信仰するようになった。内村の母姫内村の母姫に掲げられている、次の言葉の信念にも関連するという憶測がある。I for Japan, Japan for the world, the world for Christ, and all for God, 内村勘蔵、鈴木40ページ。ありがとうございます。